クサクミルクの赤崎です。降りしきる雨の太陽です。はい、こんにちは。はい、はい、今回ラーメン二郎中山駅前店ということで、私は3回目です、うん、ね、はい、2018年12月12日で8周年だよということで、うんうん、8周年といえばね、あれですよね。なんだ、はい、8周年といえば、まあ、前回も、ね、そうそうそう、前回もありましたね。行ってきましたが、12日の前の数日間からね、期間限定であのトッピングをコールできるよということで、うん、行ってきたんですが、まあ、まずはね、食券を買って、その後にですね、ピザとカレーというのがこれ例年のトッピングでございます、うん、去年の動画で、そう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 、今回はバターもね追加されたということなんですよね。バター、でまあもちろんこの3つを選ばずに普通のも食べれるよということなんですが、ね、やっぱりバターコールしちゃうでしょうということですよね。で、100トンの前に実はピザも見てみようということで、はい、そのピザのやつがこちらです、ね、ネギ汁なしにした場合のピザなんだけども、ニンニクバシバシ油からピラからミリニラダレも入ってまして、ピザは油の上にトマトソース、その上にチーズ、さらにこうバーナーでうわーっと炙ってくれるんですね、目の前でね。そう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 、目の前で、ちなみにこちらのお写真は、ヤンチャイロ芝山アイランド、あ、違う違う、ヤンチャアイランド芝山から、知らない人の名前間違いない。元臓器のね、すって言いたかったけども、そしてこちらが大ラーメンバターおかましましということで、うん、台にしたんで器が二重になってますけども、はい、油の上にね、こう液状のバターをこうチューッとかけてもらって、あ、なるほど、そう、その上にチーズ、そしてこう炙ってもらえるという、はい、いや、すごいいい香りがするからもう、うん、食べる前から香ばしい、こっからもいい匂いがする、もう画面映像でね、うん、まあ、初期段階からもう溶け出してるんで、うん、野菜自体がもうバターの味がするよと、うん、横からこう出してるけども、もうそれもバターなんですよね。で、麺もやはり言いますけど、中山の麺って細いんですよね、うん、そうですね、そうそうそう、で、爆裂的に熱いんで、うん、ちょっとゆっくりずつになりがちだけども、私はもうこれは本当にこの日のために全て飯を抜いてきてるんで、全部から全て抜いてきてると思う。バターに含まれる塩の加減がね、こう麺に絡みついて非常に美味しいですよね。はい、で、上に乗ってる炙りバターチーズ、チーズうまそう、これはやばいっす、とろけとこんがりの掛け算がもう化学反応を起こすなんてこと言っちゃってますけども、この人、あなただよ。やっぱりこの牛と豚の組み合わせうまいですよね。まあ、炙って溶かしてくれるチーズっていうのはもうこのここだけなんじゃないですか。はあ、はあ、うん、ふるったようにそう箸進んじゃってもう、ああ言ってますけども、あ、豚がね、途中で出てまいりますね。まあ、意外とね、赤身の多い引き締まり豚でございますが、あのスープと組み合わせたい時はね、こうレンゲがないので、うん、どんごといきますね。で、このバター醤油になってますんで、スープが、うん、ね、豚や麺に染み込んでうめえ。あ、うまそう。あ、そこにブラックペッパー。いや、そうなんですよ、ちょっと一発目出過ぎたけども。ちょっとまろやかになりつつあるスープにこう胡椒を投入することでね、あのピリッとしたアクセントが加わっていくよという、うん、巧みなコメントをしていきますけどもコメントしていますけども、ファイナル豚ね、中山の豚ラストにとっておいても全然いけますよということでね、やっぱり最後は中山水ということで、はい、解説していきましょう、はい、ね、横浜市緑区の水はですね、なんと山梨県のあの道志川を水源とする水なんで、飲み口が特徴的ですよということでね。特徴的とは、あの、いや、すっきりしてるんです、非常にすっきりしてる、大体そうじゃないか、いやいやいや、もう道志川の水なんで、二郎だと水はすっきりしてる、あ、そういうことかな、こっちにしたものを見てたからバレベル89.6ですね、ということですね。とはいえ、台にしたらすごい量なんで、あの、気をつけてください。まあまあまあ、そうですね。いや、中山今年もすごかったけども、あの、実はですね、12日終わるともう普通のトッピングに戻っちゃうんだけど、はい、今回、やっぱりカレーが出なかったらしく、あんまり、そう、その後数日間はカレートッピングやってたらしく、行けばカレーはいけたらしい。あ、そうだったんだ。いや、そうなんですよ、ね、ピザとね、やっぱバターがやっぱ、バターやっぱ出ちゃうから、ね、カレーも食いたいじゃん、やっぱね、俺ね、実はカレーを食いに行ったんだよ、本当は、バターの存在がね、いや、そう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 、あったから、バターやっと思いながら、なるほど、あと、来年行く人のために気をつけて言うと、ちょろっと後ろの方に行ったんだけど、ピザとカレーどっちも頼もうぜって言ってるやつがいて、それはできないからねっていう、1個だけだから、ミックスは無理だって、そう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 、
で、待ってる間にその人の、あの着度にならなかったから、その人怒られたのかなと思って1個だけって書いてあるんだけど、トッピングはどれかだけだから、ピザとカレーとか行っちゃうと、あちょちょいってなっちゃうから、あそこだけは、そうそう、気をつけてください。ということで、これを見てね、来年も楽しみだな。あの、寝坊すんなってことよ。あ、ってことよ。赤崎もね、行く予定だったんですよ、私も。そうなんで矢沢の言い方いや、ちょっと、だったんで、僕ですよ。いや、そうだよ。あ、寝坊してね、行けなかったんで、僕は。来年起きてください。はい、頑張ります。というわけです。ごちそうさした。はい、そい。